満を持してのラストバッターになりますね。満を持しての、はい、すいません、あの田尻一人しか来れなくて、田尻チームの伊藤と申します。ありがとうございます。結構あの僕そういろいろ思い出したんですけど、はい、伊藤さんって意外と緊張しいなんですよね。あ、そうですね。そうなんです。ちょっとあのプレッシャーどんどんかけてこうかなって。そうなんです。深呼吸してね、息大きく吸って吐いて吸って吐いて吸ってもっと吸って、まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。経緯から話させていただきますと、まあ先ほどお話があった愛知の時に、僕が、実際に見させてもらって、で、まあ、浅野君が大学が一緒だったという話があって、その時に一回田島に来てもらってそのお話をしていただいたのがあって、でその後に田島でもできないかなっていう話をしたら、浅野君ができますって言うから、じゃあやりましょうって言ってやったら結構大変なことになったと思うんですけどで、まあ、岐阜県多治見市というところから来たんですが、まあ、多治見市は岐阜県なんですが、まあ、愛知県の県境にある町で、まあ、人口10万人強で、まあ、日本は一暑いというので最近は言ってますが、ちなみにこの今写真に載ってるのが多治見のゆるキャラの長っぱというもので、それを当日アーティストの森北慎さんという方が大友さん仕様にちょっとギターとハットを乗っけたやつなんですけども、次お願いします。で会場は、多治見駅前の商店街で、駐車場とその商店街の道を使って十字型に、大風呂敷を配置して、真ん中に大きなステージを作って、そこにビッグバンドの皆さんが演奏するという形でした。次お願いします。ここが、まあ会場となった駐車場なんですが、まあ、普段は本当に何もないあれで、まあ、こう言っちゃなんですが、本当に寂れた商店街で、人通りも少ないんですが、でこの横に見えてるのが、大風呂敷工場になったところです。あ、大丈夫です。でここが中ですね。結構広い、前多分、イベントの1年前か2年ぐらい前まで呉服屋をやられてたところなんですが、すごい広いところで、多分今まででも一番広いぐらいのところで、まあ、1回しか使ってないんですけど、やりました。で次が、これがまあ最初始まった時の写真です。で次お願いします。これがまあ始まって稼働してしばらく、まあ、浅野くんが来てからだから結構しばらくして、まあ、こうやって浅野くん結構一生懸命やってる風に見えてますが、実際は商店街の皆さんがすごい一生懸命縫ってくれたので、だいたい後ろの畳で縫ってました。1枚作りました。1枚しか作りました。でこれが一番最初に作った風呂敷なんですが、これ実は本当は浅野くんが来て教えてもらって作るってはずだったのが、一回商店街で集まったら、もうちょっと作ってみようって言って、浅野くん来る前にもう始まっちゃって、浅野くん来た時にも結構できてましたね。ほとんど出来上がってました。で、あ、ちょっと戻ってもらっていいですか。あ、じゃあこれで、で、まあその商店街につながりですごい女性陣を中心にいろいろやっていただいて、左のおばさんはもう本当にこう布を扱ってるお店の方だったので、自分で上にある長っぱの風呂敷を作ったりとか、で、右はその商店街のちっちゃい子供たちが自分たちで風呂敷作りたいって言って、自分たちだけで1枚作ったりとかっていうこともありました。でこれが、先ほど映像にもあった長者町の工場なんですが、まあ多治見と言いながらも、その多治見の人たちだけではなくて、その前年度にやられた愛知チームの方にいろいろとご協力をいただいて、愛知の時に使ったお風呂敷を使わせていただいたりだとか、まあこれそれに向けて何枚か売っていただいたりとかということもやっていただきました。でこれが、同じく名古屋市のにある名城大学という学校の建築学科の学生が、まあ、会場構成を考えるのにいろいろ模型を作って検討してくれました。でこれは大体会場構成が完成した時の写真で、先ほどの写真が
先ほどの写真にあった駐車場に敷いたところです。あ、次の写真大丈夫です。はい。で、また次お願いします。で、これがまあ当日の写真で、ありがたいことに当日は全く雨降らず、ほとんどもうすごい晴れてて、夕焼けもすごい綺麗な時間帯で、おかげさまで大盛況で終わりました。で、これが、商店街の、今会長になられたんですが、会長だったんですか、会長になったんですけど、酒屋の店主なんですけど、彼が究極の晴れ男で、風呂敷を敷いた時にこうやって、てるてる坊主、ピュアでてるてる坊主と言ってやって、で、彼はなんか商店街に戻ってから二十数年間一度も祭りの時に雨が降ったことがないらしくて、で、絶対俺の力で晴れにするって言って、予報は結構危うくて台風が来てたんですけど、台風が一日ずれてて、次の日はもう雨だった、すごい雨だったんですけど、当日はもう全然雨降らなくて、すごい、多分ほとんど唯一じゃないですか、雨全く降らなかったので、なのでもし雨が心配な方はご相談いただければ加減します。今年のプロジェクト福島の815にこれの写真を祀ったんですよね。写真は全然ダメで、いや写真を祀ったんですけど、僕らが間違って落として踏みそうになってたらゲリラ豪雨が来たんで、浅野君が間違って踏みやったらちょっとゲリラ豪雨来ちゃったんで、はい、ぜひご相談ください。以上です。ありがとうございました。いやー、なんか